じゃあ、僕の制作をし始めた頃の作品から、最初の初期の頃の作品から少し見ていただいて、その後に、今ここで作ってるのを、今までの作品とのどういう関係のものを今作ろうとしているかっていうこととかを話していこうと思います。これは僕の学生の大学院の頃の作品です。京都です、はい、京都市立芸術大学で、実質これが僕のデビュー作みたいなもので、この作品で初めて外で個展をしたりして、で未だにこれは作り続けている作品です。でいろんなバラバラのものが一つのこう現象の中に置いたことでつながったりとか、あと、それ自身は形を持たない石膏の粉っていうものが何かの形を借りて彫刻になっていくっていうような作品です。これは、2年前大阪でやった展覧会なんですけど、そのシリーズの中で一番大きいものです。でこの作品は本当に未だに一番重要な作品なんですけども、どういうふうに思いついたかというと、想像つくとは思うんですけど、雪景色を見た時に、京都では年に1回か2回だけ雪が積もるんですけど、その時に見るたびにその知ってた景色が一晩にして全然違う景色になってしまったりとか、あとその雪景色の中を散歩している時にすごいベンツが止まってて、隣に犬のうんこが落ちてて、それがなんか同じようにつながっていって一つの状況を作ってるっていう状況がすごい面白いなと思って、そういう長いそういうようなところから、はい、できてきてます。これはいろんな日用品を積み上げていって、その上から樹脂をかけて固めてっていうのを何回も何回も繰り返していくと、つららみたいな形がだんだん育っていくんですけど、そうすることによってこうだんだん意味があったものは意味がなくなっていって、樹脂みたいな意味がなかった形に今度逆に意味が生じてきて、その別のベクトルが一つの点になるようなところを探して作っています。でこれはさっきのホワイトディスチャージっていうシリーズですけど、そうですね、その白っていうのが初期の頃は特にすごいテーマにしてたもんなんですけど、その日本では、日本だけじゃないかもしれないですけど、白っていうのはないっていう意味もあって、あるけどないみたいな、その両方の意味を含んでいるっていう意味でホワイトっていうとか白っていうのを言葉をよく使ってました。でそう、液体がこう流れていくようなイメージとか、あと意味がこう流れ出していってしまうとか、そういうなんかいろんなものを解放していくっていうか、そういうようなことを考えてホワイトディスチャージっていうタイトルをつけました。でいつもその場所、シンガポールのこの作品は日本で作ったんですけど、大体行った場所で作ることが多くて、その国のなんかホームセンターだったりとか、安くでいろいろ買えるところのなんか特徴が反映されてできます。これいつもこのホワイトディスチャージを作る時の醍醐味っていうか重要なポイントとして、すごい悪いことをしているような気持ちになりながら作るっていうのがすごい大事なんです。この時は全て新作でやったんですけども、それまでの流れを踏まえた新作っていう感じです。この作品は、木の枝と、水道のパイプとかいろんなパイプをつないでいってて、なんか自然の森のルールと都市のルールを接続していくというような作品。でちょっと僕が
影響を受けた作家を少しだけ見せて、これ日本の作家で高松二郎という人、これ影を絵にしているんですけど、そのまま写して、そういうなんか一瞬の出来事とか偶然とかそういうものをなんかとどめるっていうか、そういうようなところは、はい、影響を受けている。これリチャード・ディーコンって言って、ここにも来たことのあるイギリスの作家です。彼は僕が彫刻の学生だった頃からすごい好きな作家で、そういう構造だったりとか、何が起こってこういう形ができているかっていうのがこう見えるようなものっていうのは僕はすごく好きな作家。これちょっと分かりづらいんですけど、これ彼のスタジオの写真なんですけど、はい、リチャード・ディーコン。ここに筋肉マン消しゴムって言って僕が子供の頃すごい流行った日本のおもちゃが映ってたんです。そうそう、なんか自分が好きなものとか面白いと思ってるものがなんか間違ってなかったのかなっていうような、なんかこう何かを台無しにする感じっていうのはすごく僕も持っている。これさっきのスミッソンがだらっと流してるとかなんかすごい似てます。今ここで作ろうとしている作品とまあ関連しているものを、これ漫画からいろんなものを切り抜いてきて、さっきの彫刻みたいなものを二次元の世界の中でこうやってるような感じ。プリントを使ってこういう作品の展開ができないかなと今いろいろ実験していると。これはいろんな写真の上に化粧品の広告から切り抜いてきた液体のイメージを貼り付けていく。パターンを使うことの面白さは、なんか断片にして持ってきた時にそのつながってるもっと広い外にあるずっとつながっていってる状態もイメージできるっていうところが面白いなと思って。で、いろんな国にいろんな別々の見たことないようなパターンがあるっていうのも面白いところ。